初めてファンに関わらせていただけるってことで、どんな雰囲気なんだろうとか、やっぱちょっとこう初めての経験っていう感じで、ちょっとこうドキドキはしていたんですけど、でも初日開けてみて、やっぱりなんかこう見に来てくださる方がファミリー層の方が多かったりとかするので、今までに体験したことのないこうリアクションが返ってきたりとか、そういうのを感じてるとすごく楽しくて、あとまやちゃんともなんか稽古の時よりやっぱりこういろんな各地を回ることによって、なんかなんで笑いよとなんかすごい仲良くなって、なんかこうよりこうアンとダイアナとしてもステージ上でもやりやすいし、楽屋でもずっと喋ってます。それは楽しいです。私のせいですか？一緒に喋るやん。楽しいです。はい、はい。なんかその地方に泊まった時に、私明日仙台かな、仙台に泊まるって言ったらやっぱ牛タンだったりとか美味しいものたくさんあるじゃないですか。私は明日ホテルにマック買って引きこもってゲームします。それ家でできるやんみたいな。いいっすか？私そのお疲れーなーっていうのを10代の頃からなんかみんなとのファンの方との掛け合いの挨拶として言ってるんですけど、そう令和が発表された時にやっぱ私よりももう誰よりも早くファンの方が、え、お疲れ令和じゃんみたいな、もうレイナって名前も令和にすればいいじゃんみたいな感じでバーって言ってて、でそれを友達に言ったら、何言ってんの
って冷めた感じで言われちゃって、まあ、私の周りはあんまりなんかそういう感じじゃなくて、ファンの方が盛り上げてくれたって感じですね。でも私もなんかちょっとそうやって言われるとそういうこと普段意識しないタイプなんですけど、なんかちょっと運命感じちゃって、令和になってからすごくいいことがあるんじゃないかってすごい思ってます。で、あったんですか、いいことは。ありました、この赤毛のアンに出たことです。お、すごいまとめですねもうないですね。やっぱ初めの頃は私ひらがなじゃないのになみたいな、やっぱ子供だったから、なんかひらがなってっていうなんかちょっと違和感とかがあったんですけど。いつぐらいにも変えたんですか、ひらがな。もうモーニング娘。に加入してすぐにもう変えたので、こっちの方が長いのかな、うん、あのひらがなになってからのが長いんですよ。もう私17年になるから、だからなんかどっちが本当の自分なんだろうっていう感じですね。なんか私最初からひらがなでした。もうなんかサイン書きやすいしいいやって思ってますなんですか、それだって漢字でマヤって書いたサイン倍以上の時間。確かに確かにね、はい、手首にはいいよね。手首にはいいです、楽楽